ハルバートフィールドはフロリダ州メアリーエスターに位置するアメリカ空軍の基地であるハルバートフィールド空軍基地とも呼ばれるアメリカ空軍の特殊作戦飛行部隊を統括する空軍特殊作戦コマンド司令部が所在しているハルバートフィールドはエグリンフィールドの第9補助飛行場として建設され第2次世界大戦勃発後は主に航空機や ロケットなどの研究開発及び実験場として使用された。第二次世界大戦後は航空部隊基地としての運用が停止されたが、1947年にアメリカ陸軍航空軍からアメリカ空軍が独立すると、1948年1月13日に基地名がドナルド・ウィルソン・ハルバート注意にちなみ、ハルバート・フィールドへ解消された。 1955年4月1日に第17爆撃航空団の配備に伴い基地は再活性化され、1961年4月14日にはベトナムでの大撃螺戦を行う第4400戦闘上院訓練飛行隊が配備された。1962年4月には第319航空コマンド飛行隊が再編成されたほか、1976年に UH-1N, CH-3E 輸送ヘリコプターを運用する第20特殊作戦飛行隊が再編成された。1987年8月1日にはイリノイ州スコット空軍基地から空軍特殊作戦コマンドが移駐している。ありがとうございます。